実家は染屋さんと呼ばれていた紛ヶ崎側に近い山形市薬師町で糸や生地に染料で色付けするなりわい家業を手伝いながらガキ大将として遊び回った県知事を3期務めた高橋和夫さんの少年時代である理不尽な経験もした他の給油の悪さも ガキ大将のせいにされるエコひいきする先生は軍人の子のカンニングが発覚しても高橋さんを叱った抑えつけようとする権威への対抗心は長じ手からも言動の真だった県職員になって10年目教育長と会議で激論を交わす部下に関して 組織の長にふさわししくない発言をたたからだった高橋さんが「取り消してください」と言うと教育長は「生意気だ」と怒り途中退席してしまった29年前に挑戦した知事選では自民党の推薦を得られない中同級生主体の選対がフル活動し激戦を制した。 全国に先駆け打ち出した小中学校の少人数学級プランは、結果として国の政策に見直しを迫る形になった。これらの強い意志の奥にあったのは郷土愛と山形県の自立にかけた心情知事退任後の回想録にそう記した91歳で旅立った今も 県政を見つめている気がする